こんばんは。ありがとうございます。久しぶりにやった。ありがとう。そうそうそう、いやーね、ご失敗をおかけいたしました。いやもう体調は本当に全然大丈夫で、結構インフルにかかってしまったんですけど、治るものも早くて、熱もすぐ下がって、うん、体調は全然大丈夫なので、ありがとうございます心配。いやただあのそのライブを一回お休みしてしてしまったのが本当に申し訳ないです。楽しみにしてくださった皆さん申し訳ありませんでした。いやもうね、チケットを取ってた方も本当に結構いたと思うんですけど、それがすごい申し訳ないけど、まあ6人でのライブだったわけじゃないですか。それで映像とかも送ってもらって見させてもらったんですけど、6人めっちゃなんか頑張ってくれてて、すごい感動しました。いや急にねこんな人数が減ってライブって実際ほんと大変なんですよ。だから感謝です、全員に感謝。うん、ただいま。そう今日からちょっとねお仕事復帰させてもらいまして、今日撮影がありました。まだね何の撮影かは言えないんだけど、これも多分皆さんも喜んでくださる撮影でした。こんばんは。そう今日配信しようと思ったのは、まあね最近全然できてなかったのと、まあ皆さんロスなのかなって思ってそうロス、大谷エミリーロスになってるのかなって思って配信しました。ロスでした、ロスでした、ロスだよ、よかった言わせた感がすごいんだけど、けどまあ私ツイッターとかをまあ見てたわけですよ。そしたらねロスにかかってる人が何人かいたんじゃないかなって思ってはい、そうそう、エクビエもそう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 なんですよ。サナが代わりに出てくれて本当にサナちゃんありがとう。放送見てたんですけど、すごいやっぱりサナはね任せられる頼りになりますね。菅野結衣さんとの企画があったんですよ。私が、まあ、風邪じゃなかったらプロデュースしてもらえたんですけど、今回はねちょっとなしになってしまって。菅野結衣さんはもう憧れですから、美の象徴ですから、もうすごい楽しみだったんですけど、次回ねもしありましたら楽しみにしております。あ、そう、スイパラにね行きたかったんですよ。というか行く予定は立てていて、その中にインフルになってしまったので行けませんでした。東京はね、いつになったらみーにゃサイン書くのとかも結構言われてたんだけど結局書けずじまいで、でもみんな言ってくれたんでしょ、ありがとう。あ、タワーが立ってるんだね。で、さっき見えたヤマさん。ヤマさん、ありがとう、タワー。お久しぶりです。じゃあ、今日も書いていきましょう。あ、もう1月が今日で終わるみたいですよ。ということは、もう2月、バレンタイン。ファーストコンサート。いろいろありますね。
今年ねバレンタイン作ろうと思ってもうキットは買ってあるんですけど作れるかわかんない。山さんありがとう、元気になりました。たわありがとうございます。そうそう元気になったんですよ。去年のクッキー可愛かった。あ、よく覚えてるね。去年なんか本当に目がおかしいクマちゃんのなんかタルトみたいな作ったんだけどなんかあんまね好評ではなかった気がする。あ、味とかは大丈夫だったっぽいけど顔がねもうどっか行ってたから顔が。まあ作るとしてもクッキーかなって感じです。そう目がいっちゃってるやつですよね。そうそうそう、まあでも大丈夫今年は。まあ作るか分かんないけど。そうお披露目、姉妹グループの方のお披露目も、あの新しくイベント発表されたの皆さんお気づきでしたか。あの2月23、24にまた銀河のイベントが追加されたんですけど、その24日に姉妹グループの方のお披露目があるみたいでね、こちらもお楽しみに。いやーねファーストコースターさんとがね、ごめんちょっとね、まあいつものことなんだけど、そうファーストコンサートが2月の16日にあって、その次の週にまたライブがある、ライブっていうかイベントがあるっていうのはすごいね、皆さん大変だと思うんだけど、うん大変だと思うの。まあ来れる方お願いします。行きます。でもファーストコンサート行くよって方がすごいね多くて嬉しいから来てください。なんか前ね2週連続はしんどいよね、本当にそうだと思うそれはわかる。ファーストコンサート外れた？え、これさまだ受付あるんじゃないっけ、もうないのかな。もしあったらまたツイートするね。なんかさ、まあ私大阪この前というか、まあ元旦じゃないけど1月の最初に行って、大阪行ったんだけど、最初夜行バスで行こうとずっと思ってて、新幹線ってやっぱ往復だと結構大変だから、で調べてたら9時間とかかかるんですね。それがすごいびっくりして、すごいありがたみを感じた。その時に夜行バスで行くよって言ってくれる方もよくいるから、ありがたみを感じました。タワーか、あ、コウタロウありがとう。コウタロウタワー、ありがとう。もう一人ショーティー、ショーティーありがとう。ありがとう。コウタロウとショーティー、ありがとう。お二人ともお勉強頑張ってね。多分お二人とも大学生だと思う。ありがとう。あ、飛行機の方もいるのね。毎日飛行機ね遠いよね。ありがとう。まあその分いいものを作っていきます。あ、そうネイルね、ちょっと変えたんですけど、
でもセルフだよ、マニキュア。これはね、DHC のネイルです。エールください。何のエール？頑張れ。シナさんとバッタさんはめっちゃお元気。なんかインフル移っちゃうかなってちょっと心配だったんだけど、全然元気でした。よかった。今日のリップは赤リップっていう吉田あかりさんのリップです。そう、インフルはね、なんか調べたら犬猫には多分移んないんだっけ。でもフェレットちゃんには移るみたいで。そう、移るんだよ。だから気をつけないと。そう、みんなね、持ってるよ。あ、これね、V ネックじゃないんだ。なんかね、流行るらしいよ、ワンショル。流行るらしいよ。そう、片方だけ出てるワンショルダーのトップス、これね、可愛いなって思って。こういうのさ、好きでしょ。でも女の子着ると絶対可愛いと思うから。でも男性がワンショル着てたらちょっとやだかもしれない。だから女の子限定。うん、好きだって。よかった。女の子のみんな、男性は好きらしいですよ。お揃いしよう。これフーズフーチコです。あ、やっぱしない。お揃いしない、男の子は。まあそうですよね。でもさ、髪色とか真似してくれる人、真似というかお揃いにしてくれる男の人もいるから、それは嬉しいと思ってる。そう、今日の写真、おでこ出してる写真も今日のやつです。あ、でも今日これでいけるかな。あ、でもいけそう。こんな感じ。まあ多分実際見るのとこの画面越しじゃ全然違うから、実際はやんない。あれってメイク中？なんかね、メイク中でこんな感じで写真撮ってみようって思いついた。まあでもやんないよ。やらないから。可愛くなった？ありがとう。あ、やってほしい？嘘。あー、どうなんだろう。まあ、ちょっと検討するね。それはちょっとね、検討します。じゃあ、まあやるとしたら個別握手会だよね。痩せたのかな。うん、痩せたのかもしれない。まあでもさ、インフルとかになると必然的に痩せてしまうよね。全然元気だけど。うん。ね、個別握手会とかなかなか多分まだないから寂しいよね。そう、寂しいよね。話したいです、私も。レイ買った、ありがとうレイ。そう、前に特集組んでもらって。ね、あ、学校でインフル流行ってる。今さ、もう世間的に流行ってるよね。もうもはやなんかね、喉から来る、喉がおかしくなってくしゃみ止まらなくて咳が出てきたら
インフルだと思う。だから気をつけてね。本当にね、もう気をつけて。最近ファンになりました。あった、ありがとうございます。嬉しい。そうそう、紅茶がいいらしいね。あ、なんか咳がねちょっとまだ出るんだけど、全然それは大丈夫な感じです。くまちゃんを久々に読んでいこう。ゆきぴょん、かずりんちょ2つ、まはろ、ちゃくちゃ3つ、まさゆき、じゅうぞう、りここ、のっち、かずりんちょ、レグルス、石おるくん、りここ。りここ、わさゆき、ちゃくちゃ、なぎさ、いまい、たけ。ありがとうございます、くま。あ、増えた。ジョニー、ひろあき。ありがとう、くま。最近ファンになったから握手会あったら絶対行くね。待ってます、それまで絶対好きでいてください。なんか、ね、最近離れていってしまう方が結構目に見えてわかるから、すごい寂しいなと思うけど、まあね、どうやっても止められないからさ、しょうがないことなのかもしれないけど、こうやって好きになってもらえると嬉しい。新しくとか、しここにいる人は離れないでほしい。一生す、私が覚えてるよそれ、私が覚えてるからダメで、一生好きでいなきゃじゃん。大丈夫、信用してる人がいっぱいいるから、みんな。一生はきついかなって言わないでよ。まあね、まあ一生はね、確かにね、わかんないよね。信用してるよ。だから私も信用してもらえるように頑張る。でもまあ、イコラブができてまだ1年とちょっとぐらいですからね。うん、まだこれからですよ、まだまだ。ああ、そう、そういえばね、姉妹グループのオーディションも終わりましたね。お疲れ様でしたね。まあ、受けてた方がこの中にいるかわかんないけど、うん、受けてくれてありがとうっていう気持ちです。もし落ちちゃった方とか言って、まあ、イコラブにどうしても入りたかったって方もいると思うし、とにかくアイドルとして活動したかったなって思ってる方もいると思うんだけど、なんだろうな、まあ落ちたてってすごいへこむんですよね。私も経験してるけど、それでなんかあんまよく考えずに手当たり次第オーディション受けちゃったり、そういうことも多分あると思うの。でもそれを一回冷静になって考えて、これは本当に自分がやりたいことなのかなっていうふうに
考えた方がなんか自分のためになるかなって思います。手当たり次第というか、自分がやりたいことは何かとか考えてこれからに生かせばきっと叶うと思いますってまあね、見てるか分かんないけど、私もショールームとかいろいろ見てて、みんなさ写真より全然どうやっぱ動いてる方が可愛いじゃないですか。私ほんとめっちゃ可愛いなと思ってた子もいっぱい行ったから、いつかね会えるの楽しみにしてます。ということで、まあお披露目もお楽しみに皆さん。人生見つからなくて困ってる、助けてどういうこと、なりたいことが見つからないの。なりたいものが見つからない時ってどうすればいいんだろうね。私もわかんないな。でもいろいろ経験するとやりたいものが見つかるよね。指原さんは最近お会いできてないですね。あーそっか、受験も今そういうシーズンですよね。頑張れ、応援してるね。あ、今日のスカートはメロネオン。あのね、インスタで2枚目にタグ付けしてるんですよ。よかったら見てみてください。ね、指原さんインスタライブやってたよね。そう、さっきチラッと見させてもらって、私がちょっとショールーム始めようかなみたいないう時にちょうど始めてて見に行きました。国家試験頑張れ、タカト。ライラプスさんありがとう、嬉しい、好きになってください。あ、見てきた？コメントはねさすがにできないです。村重さんがコメントされてた瞬間は見ました。けどさすがに私なんかがコメントはできません。でも指原さんのカラコンプロデュースめっちゃ楽しみなんですけど、私絶対買う買うから楽しみ。カラコンプロデュースとかもやってみたい、いつか。そうなんかね、いろいろ経験していくうちにやりたいことが増えて夢が増えるんですよね。だからきっと分かんない人とかもそういうことがあると思う。今日24時前ぐらいまで やります。ワッタ、タワーありがとう。ワッタありがとう。タワーありがとう。なんか久々の気がする。卒業おめでとう。あ、まだなのかな。のっち、ふかわ、なぎさ、しげちゃん、カリフォルニア、カズリンチョ、しほ、水野十三、ひろあき、ジョニーは読んだ。ここら辺は読んだ気がする。たけ、今井、なぎさ。ここら辺読んだね。ありがとう、くま。ありがとう。あ、カラコンはさ、ほんとね、男性もできるし、いいと思うよ。あ、でもなんか黒目がちの男性か、ちょっとなんか想像してしまった。ファンのことは覚えてますよ、覚えるようにしてる。最優しい女子、え、優しいってこと？優しくないよ。
あ、これお揃い、チコの可愛いよね、これ。コンタクトつけるのが怖い。まあこれはね、慣れれば全然余裕になれますよ。ミリラーメンしたい。したいね。私もラーメン全然最近食べてなくて、なんか撮影とかがあってあんま食べれてない。でもこの前ロケ行ったから、それはお楽しみに。間に合ってよかった、お疲れ様。すっごい会いたいね。会いたいよね。私もそうだよ。好きです、ありがとう。今本当に照れちゃった。回復おめでとう、ありがとう。ラーメンの監修か、そりゃちょっと大変そうだから、お客さんとして行きたい。就活しんどい。いやー頑張ってね。え、私頑張ってしか言えないけど、本当に頑張ってって思ってるので頑張ってください。おすすめのタピオカはやっぱこことかのジャスミンミルクティー。こんばんは。そう、明日もねちょっと撮影があって、楽しみな撮影があって、それ終わったらまあラーメンも食べれるかなって感じだから楽しみ。それも「ファッションフルーツ紅茶」。へえ、なんかおすすめされないとそういうの飲まないからありがたい。変な声出ちゃった。おすすめのラーメン、あ、なんかさ最近さ、あのセブンで豚ラーメンが出たらしいじゃないですか。それがなんか二郎みたいだっていう、なんかね、ツイッターでバズってたんですよ。あの私が好きな雷の系列の富田さんが監修してるやつなんですけど、それがねめっちゃ気になってるの。だからね、それも食べるね。あれなんかさすごいバズってたよね。そう、セブンに売ってるらしいから、ぜひ。私雷好きだから、でも雷の味かは分かんないけど美味しい気がするね。そうそうそう、私あと1ヶ月ちょいでお誕生日ですね。21歳だ。あら、花ちゃんもショールーム始めたって。じゃあ二窓しましょう。二窓、渋谷のリンっていうお店、これリンって読むよね。なんかさ聞いたことある、行きたいなと思ってた。大人だよ、もう二十歳も大人ですから。こんなことしてんだから大人でしょ。もう大谷一窓だぞ。ありがとう。そう、3月15日だよ。でも私誕生日あんまり好きじゃないんですよ。なんか注目されるから。まあ注目されるって思ってるのは自分だけなのかもしれないし、
周りはそこまで気にしてないかもしれないけど、注目されるのが嫌だから誕生日はちょっと苦手、昔から。そう、ひとみんと真逆なの。そうなの。ひとみんはもう誕生日だぜって感じで、すっごい楽しみにしてたのね、本人も。それとはね、逆だねって話をした。欲しいものも特にないんだよね。でもスイッチが気になってる。いおりがこの前新幹線でやってて、いおりがやってるの見て面白そうだなと思ってた。だから結構ね、本気で今検討中、買おうか。買ったら報告します。あ、今日大西さんのとこいた。お、一緒の美容院だ。あそこ可愛いよね、島は。本当にテンション上がるよね。私マリカーね、強いと思う、それは。マリオカートはDS やってたことあるから。でもゲーム昔から禁止されてて、あんまり触ってこなかった。 DS もその同級生にもらったやつだから、あんまりそこまで詳しくないな。あ、その体ごと動きそう。あ、それはわかる。 Wii とかだと体は動いちゃうかな。あ、そういえばさ、そう、お家は厳しかったかな。なんか受験、中学受験したんですけど、テレビは隠されてた。だからあんまり見れてなかった、テレビは。そういえばクラブが入ってる音ゲーあるじゃないですか、ガールズビートステージ。あれを久々に、めっちゃ久々に昨日やってみて、でさ、ちょっと気になってランキングを見たんですよ、自分の。自分でやってる人のランキングを見たら、なんか、あ、私のファンの方がランキングに入っててありがとうっていう気持ちになりました。ありがとう。でさ、あれやるときさ、なんか友達選択するじゃないですか、友達というかその誰とやるみたいな。それ私のファンの人を密かに選択してるので、皆さんもしかしたら私に使われてるかもしれません。うん、全然何が面白いのか分かんないけど、すごい笑っちゃった。うん、やってね。でさ、その音ゲーやってる時さ、なんかなんだろう、技なのかな、そのカードが横切るんですよ、たまにやってる時に。あれでさ、ミスしてコンボが切れちゃって、なんなんですかあれ、スキル？あれ邪魔だよ。いや、ちょっと批判とかじゃないんだけど、あれでね失敗してしまったからちょっと悔しかったよね。そう、イコールラブやった。あ、あるある、あ、あるあるですか。あ、設定で消せる。あ、全然批判じゃないから、本当にちょっとやめて、ツイッターとかに書かないで、怖いから。今の世代、 SNS 世代は怖いですからね。そうなんだ、スコアアップするんですね。まああるあるだよね、確かに。いや、怒ってないから、怒ってない。でも共感を得られて嬉しい。そうだよ、もうこんなね怖い時代が。まあ便利でもあるけどね。そう、今の時代は便利ですけどね。
ルトラレアが出ない？ウルトラレア出ますように。ちょっと次引いてみてください。はい。あ、この音好き？よくさ、ASMR で聞くよね。これこれ好きなんでしょ。あと耳かきのフワフワフワもいいよね。今フィレットちゃんの寝息聞こえるかな。すごいいいんだよね。聞こえる？すごいな。あ、聞こえる。すごくない？そう、結構ね、いびきとかも書くよく。あ、聞こえた。そうそうそう、寝息なのよこれ。自分の鼻息だと思って焦った。確かに。そうそうそう。まあ、あの寝息は日によって違うけど、今日のは意外となんか意外とっていうかすごいね。今日のはすごいと思った。そう、まあね、可愛いよね。癒されるんだよ。ね、救急車もよく通るけど違うんだな。もうすぐ終わっちゃうね。そう、日によって違う、レパートリーが違うのよ。すごい人間みたいな時と、今のなんか風が吹いてるみたいな音とか。あ、今救急車通りました。これは救急車ですね。ねえ、聞こえるよね、すごい音ね。マネコちゃん生初ミリニャ、やったー。ありがとう、来てくれるの嬉しい。フェレットみたい。あ、でも今日寝てるから、起きてる時にじゃあまたね見せるね。うん、見せる。うん、眠くなってきた？子守歌？子守歌って歌ってないけど。でもね、もう夜も遅いと思うので寝てください。初見ありがとう。そう、起こすとまあ噛むっていうか嫌われるよね。すごい嫌な顔してくるから。ママみたいなもんだからね。あ、フェレットちゃんの？まあ確かにそうかもしれない。今度カラオケしよう。今度ね、今度やるよ。じゃあミリニャが不足中です。そう、みんなロスだと思って今日配信やったんだよ。だから今日ちょっと充電しておくれ。でもまあ治ったから、体調は
やるよ、またすぐに。あ、チャクチャタワーありがとう。チャクチャ。ありがとう。チャクチャ。ありがとうね。なぎさのっち。たっけ、ふみか、ふみか、違う、ふみかはだるまだった間違えた。マスキヨ、みほ、ゆうま、カリフォルニア、マセイキ、ちゃくちゃ、